農業牧畜に関しましてはこれが人,人類の食といった食べ物に関わるということでありこの食こそがまあ文化ならびに文化交流の根幹を成しているというふうなものとなってそれから以後の文化交流の規定を形成したと考えられます。アジアについていますとその二大作物は麦と米です。それはパンとご飯というふうに呼びかえても構いません。 でアジアの農業は西アジアと東アジアという東と西の両端のところから生まれたというのがこのアジアの農業の開始の事情であります。麦の中で小麦、大麦は西アジアがその栽培の起源であり、米は東アジアでその最古の資料が見つかっているというのが現在の状況であります。